型紙を使ってとっても簡単にできる葉っぱの作り方です。型紙は説明欄からダウンロードしてください。型紙を切り取り、画用紙の真ん中にスティックのりをつけて貼り合わせます。それを真ん中で半分に折り、線に沿って切り取ります。両面に印刷していますから、切りやすい方から切ってください。切り取ったカーブが向こう側になるように置きます。右利きの人は刃の先が右手の方に来るように置いて、まず先から折っていきます。これを裏返して、次の線は向こう側に折ります。このまま向こうからこちらに、次はこちらから向こうにと折っていきます。細長い棒状になれば出来上がりです。左利きの方は刃の先を左手側に置き、向こう側に折ります。裏返して、こちらから向こう、向こうからこちらへと折り、細長い棒状にします。これを開いて型紙を外せば、立体的な葉っぱの出来上がりです。貼り絵にするときには、刃の裏全体に糊をつけるのではなく、根元の方にだけつけると立体感が出ます。葉っぱの根元を隠すように花を貼り、生き物などと組み合わせて季節の壁面を飾りましょう。